先ほどの動画の補足ですけれども、病気にならないっていう場合もあるんですけれども、その場合は、なんか誰かを傷つけたり、トラブルを起こしたり、周りをこう、不幸にさせるっていうか、周りに散らしたり当たったりする、して、吐き出す人もいるので、そういうのも含めて気をつけた方がいいかなと思います。何かの参考になれば幸いです。